そしてお二人の他にも日本代表選手の皆さんたちが戦いを終えて晴れ晴れとした表情で帰ってきました。今日午後3時半成田空港には500人を超えるファンや報道陣が集結。まばゆいフラッシュ、大歓声に包まれながらバンクーバーオリンピック日本代表が帰国。選手たちが今回の戦いについてそれぞれの思いを語った。オリンピックが終わってしまって一度ほっとしてますけど、またしっかり気合を入れ直してあのいい滑りを皆さんに見せることができたらいいなと思っています。結果は出せなかったんですけど、本当に応援してくれてた方の多さにびっくりしました。オリンピックってすごいんだなっていうのを一番感じました。世界との力の差を実感したんで、次のオリンピックではもっと上のレベルで戦えるように頑張りたいなと思います。